今日はですね、玉野市と倉敷市、倉敷市小島ですね、ちょうど境目ぐらいにある王子ヶ岳来ました。これ登っていくとね、結構見晴らしのいい場所に、展望台にね着くんですけども、今日はちょっとブラブラしようかなと思います。このアートというか落書きというかあります。この先にはね、大きなねホテルがあるんですけども、完成しないままに、終わってしまったという、外側だけ、完成して、中をいざやるとなった時にその工事が中止になったという場所です。結構ね、話題にもなってたりするんですけども、今日は入らないですけども、ちょっとブラブラしようかなと思います。こんな霧がねすごい時に行ったことないんですけど、小賀のレストハウス、倉敷市ですね、ここのエリアは。一応なんかね、ジョーブログとかでもね、こう紹介されて、あのホテルですかね、真っ白なね、何も見えないですね。晴れてたらね海が見えるんですけど、今日はちょっと見えないです。ちょっとこの下にね道があるので行ってみます。この道はね、あの下登山道なんですよね。下からね以前登ったことあるんですけども、下から登ってこの辺りに到着しました。ちょっと歩いていきます。登山道ですね。このホテルに向かってね進んでるような登山道です。なぜ途中やめになったのかちょっと謎ですけど、すごいな。
使用禁止って書いてます。でこれですね、これちゃんと普通に廃墟ホテルって書いてますね。普通はなんかね、あんまりそういう感じでピックアップしないんですけど、ちゃんと廃墟ホテルって書いて、で昔多分ここ便所使えたんでしょうね。使用禁止になってます。こういう場所はね、ところどころでやはりあの長年の劣化で先ほどのあのレストハウスの裏というか海側なんですけど、まあ、なんかこの感じロープウェイでもなんか作ろうとしたのかな、これなんかそんな感じもするんですけど、まあ、下にもねなんかあのホテルみたいなのがあったんで、このホテルとホテルに行くようにロープウェイ使って行くっていう案もあったのかもしれないですね。これこの動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。